幹事長よりよろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。悪天候の中、多くの皆さんがまたお集まりいただきました。心からお礼を申し上げたいと思います。今民主党小西さんからもお話がございました。残念ながら皆さんのお力添えいただきながら、先の参議院選挙、確かに32の1人区での野党共闘は一定の成果を上げましたが、全体として極めて残念ながら改憲勢力に165議席、3分の2兆許してしまうという結果になってしまいました。まだまだ力は足りないということだろうと思います。同時に相手側も大変巧妙です。あれほど自分の任期中に憲法改正をやり遂げたい、だから参議院選挙で3分の2を取ると言いながら、憲法論議は全く封印をしてしまう。そして結局は権力を持っている者の強み、失敗をしてどこ行くかわからない、このアベノミクスのごくごくごく一部の成果を誇大に宣伝をして、国民に景気回復への期待感を煽って、さらには野党共闘を徹底して批判をする、政策論争を全く避ける、多い形の中で残念ながら野党の側が力足らずで負けた、こういうことであります。この後の進み具合は今小西さんが申し上げましたが、私は皆さん、今日本の社会にとって必要なことは憲法を変える必要など全くありません。むしろ憲法に保障された権利が、それぞれの条文が全く守られていない、そういう現実を正すこと、そのことを改革することこそが今日本の社会にとってとっても大事です。皆さんの集まりでも大きな問題になりました。あのシールズの皆さんが大きな声で叫びました。今の教育が本当に能力に応じて等しく教育を受ける権利が保障されているかといえば、貧富の差によって全くそれが保障されていない。むしろ学校を出たならば、そのまず1000万円に近い、いやそれを超える借金を担いで社会に出なきゃならない。こんな馬鹿げたことが一体全体憲法26条を守っていることになるのか、あるいは憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、非正規労働者の皆さんに、ブラックバイトをしている人々に、あるいは年金や医療や介護がどんどん解約されているお年寄りに、そうした権利が保障されていることになるのか、この今の最低賃金でそうした生活が守られているか、こういう問題をたくさん、そういう意味では25条、26条、27条、公務員の皆さんにとってみれば28条も含めて、まるでズタズタじゃないですか。こういった問題をしっかり職場地域から多くの人々に訴えていく、安倍政権が今やろうとしている、あの知事会までが安倍政権の言いなりで、参議院選挙の二権合区解消のために憲法改正なんてバカなことを言ってやる、公職選挙を変える定数を増やせばすぐ解消できるじゃありませんか。あるいは大災害などを統一にして緊急事態条項を創設をしたい、ますます今でさえ、去年の今頃まだこんなに警察署はいませんでしたよ、ますます総理では警察国家になってしまう、そんなことを戒厳令まで引けるようにしてしまおう、これがあの緊急事態条項じゃありませんか。そういうことをよくわからない国民の皆さんに、どうか皆さん、そんな日本の法律でいくらかでも改善できる問題、憲法なんか触らなくていい問題、そんなことをお試し会見でいきなり
憲法9条改正に進めないから、お試し会見をまずやろう。こんな格好で憲法審査会なども開こう。これが相手側の狙いでもあります。小西さん言っており、私たちは今の憲法が守られていない具体的な事実をそういう中に挙げて、憲法をしっかり調査をすると言われている中身徹底して突き出して、このことが大事だろうと思います。これは国会だけでできる話ではありません。どうか皆さん、それぞれの職場地域で多くの人々に今申し上げたようなことも含めて、ぜひ宣伝をいただきたい。一緒に自分たちの生活の中でそれが実現されてないということ、それを求めて戦おうということをぜひお訴えいただきたい。そのことがこれからの戦いの中で大変大事になってくる、こんなふうに思います。安倍政権は場合によればこの年末にも、あるいは年明け早々にも衆議院の解散総選挙に出るかもしれません。参議院選挙に勝った勢いと合わせて先だって発表したあのマミスは7兆5千億円ですが、事業規模28兆円、補正予算でこんなバカでかい数字見たことがない。そんな格好でまたまた国民の皆さんにばらまきをしてみせる。このことによって三度衆議院で3分の2を何としても取って、安倍政権の延命、そして安倍の自民党総裁3期目の延長、このことを何としてもやり遂げて憲法改悪に突っ走っていく、このことを狙っているわけですから、何としてもこの総選挙に向けても野党共闘をさらに進めて、それは具体的には住み分けということになると思いますが、そうした取り組みをやって今度こそ負けるわけにいかない、このことを皆さんと一緒に戦ってまいりたい、そんな決意を申し上げ、社民党代表して皆さんへの連帯のご挨拶にしたいと思います。共に頑張りましょう。社民党、また一度ありがとうございました。